シュートの方に1枚まして、プレスの手がですね、1位上がりました。ドラロンボーンの連絡抜けてきました。さあ5番6番、シュートとジャンプ決めて、8番のトンネルから、さあこっからはスピードを抜く1つ詰めていきたい。さあ11番12番も決めた。さあラスト2本だぞ。さあ1本だ1本だ、ゴール。タイムは31秒66。2番のタイヤ、3番のハードルしっかりクリアして4番のエフレームのタッチは決めた。完璧。5番6番、そうグーッと引き寄せてスピード上がってくる。8番のトンネル越えると、そうだシーソーだ。このタッチは決めて10番トンネル出たら、スラローム、そうエントリー決めてリズムに乗って越えてくる。そうだフロントで受けて12、13、そういいぞ14シュート超えると、ドッグウォークだ。上りのタッチ踏んだ。さあ下りはどうだ。これは決めた。ラスト1本、ゴール。タイムは31秒66。